さあということで今日もですねラジオ川越ニューヨーク中継、毎日ニューヨーク中継ですね。川越の架け橋、リスナーの皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。新たな試みということで、ニューヨーク中継なので私ねぶらり外に出ていろいろとご紹介していこうかななんて思っておりますが、なんせリスナーの皆さんラジオってね音だけなので、じゃあせっかくなので放送後期っていう形でですね、ちょっと動画も合わせてご紹介していきたいなと思っておりますので、ブライアントパークねお楽しみください。さてツイッターのですね今日のお題は、私は今日どこにいるでしょうかと。1セントラルパーク、2ブライアントパーク、3川越水上公園っていうね。今日パーソナリティのミキさんに、それって二択じゃないですかって言われました。まさにそんな感じではありましたけれども、もうびっくりしましたよ。中継やってるところでですね、ニューヨークあるあるなんですが、よくわからない方がこの芝生ね、芝生の中にこうがっつりと入ってきまして、何喋ってたんだか何叫んでたんだかわからないんですけれども、がっつりと喋ってて、ちょっとね私の中継若干邪魔されてるような感じだったんですけれども、今私の前を横切られました警備員の方に追い出されて、その騒動もなくなったりしましたけれども、ブライアントパークね今日の中継でもお話ししましたけれども、マスク率がねすごい少ないです。でその一方で昨日はグランドセントラルの駅構内、駅の構内に入るとマスク率 100% に近かったかなという感じがしますね。でも皆さんちゃんとソーシャルディスタンスは守りつつね、思い思いのやっとこのなんていうのかな、開放感も出てきつつあるそのニューヨークの夏、これを楽しむそんな時期にやっと入ってきたのかなというふうな感じがしております。で、こんな感じでですね、今週は私外に出ようと雨が降らなければですが思ってますので、ぜひ皆さんお付き合いください。でですね、ラジオ川越朝活、メッセージはツイッターの方から募集しているんですよね。ハッシュタグラジオ川越、ハッシュタグラジオ川越、これでね検索いただくといいと思います。私からねエンパイアステートビルディング上の方見てるんだけど、見えてるんだけどちょっと映らないかな、厳しいかな、はい、それでつぶやいていただければと思います。今日のパーソナリティミキさんでしたけれども、明日水曜朝活か、はい、ゆうたさんとまみさんがパーソナリティですので、ゆうたさんお蕎麦屋さんだからどうしようかな、飲食系の話をしようかななんていうふうにも思っております。これねショップなんかもあるんですが今閉まっちゃってますね。ということで、あ、引きでお見せしましょうか。リスナーの皆さんいつもありがとうございます。ちょっとこんな感じでですね、私もマスク苦しいんですが頑張ってこうやって撮影しつつ中継もしていきますので、今後ともお付き合いよろしくお願いします。以上ニューヨークラジオ DJ 大橋小雪でした。ありがとうございます。DJ 小雪大橋 Here with New York Life Sponsored by Luna Media